新面武蔵の神藤原の春ぬむ、ごめん、やり直し。サーバント、セイバー、新面武蔵、ここに水山。面白おかしく過ごさせてね、マスター。そろそろ出る？私はいつでもいいわよ。私の武器はこの刀。君の武器はこの私。使い潰すのもめでるのも、持ち主次第よ。私たちの関係って、そういうものでしょ？どこまで本気なのかって？食いぶちをもらってる身だもの。君が私に飽きるまで、精一杯お付き合いいたしますわ。え、小次郎？本当に？ちょっと何あれ？あんな小次郎いるもんですか？強い弱いの話じゃなく、もう空位に達してるじゃない。あ、タヌキが化けてるのか。シャナオがいるって楽しみにしてたのに、女の子じゃないあれ。私の牛若丸を返せ。有名な侍が女の子なんて、こっちの世界は間違ってない。あの赤いセイバー、ほら、ビロードの袴を履いた子、私の好みじゃないんだけど、どことなく近いものを感じるのよね。今のうちにやっとくか。伝説の鬼たちがあんなに見目麗しいなんて、私は生まれる時代を間違えた。あれが源氏の侍大将か。うん、わかる。あれは尋常じゃない。人を超えて鬼神。まさに五頭天王の迫力よね。ほんと、すごい、サイズです。やった！団蔵ちゃんがいる！私が言うのもなんだけど、今時正統派の黒髪美少女って貴重でしょ？ほら、もっと近くに来る、近くに来る。カラクリでもそんなの関係ないない。むしろお雛様って感じでたぎるわ。縁なのでしょうね、こういうのも。改めてよろしく。好きなもの？そりゃあもちろん美少女。いえ、何でも。剣、剣の修行とかそりゃあ好きでしてよ。嫌いなものか。あれかな、人の矜持を自分の楽しみのために踏みにじるやつは論外。あと、お腹減ってる時に襲いかかってくるやつね。聖杯？そういえば私、子供の頃観音様のお椀でご飯を食べちゃったことがあるのよね。むむ？私がやたらめったら神隠しに会う理由って、もしかしてそれか？君のところじゃ、女剣士は珍しいのか。いやまあ、私のところでも珍しかったんだけどね。ともあれ、よろしくマスター。いいわね、このマスターって響き。二刀流じゃないのかって？二点一流は別に二刀使うんじゃなくて、何でもやるって考えなんだけど。あとはまあ、親父殿への意趣返しかな。最近、妙に視線を感じるんだけど、マスター、私の剣じゃなくて体に関心があるのかしら。そういうことなら、もっと修行しないとね。私を倒せるぐらい強くなってくれる？マスター。ごめんごめん、ちょっと待った。二人っきりの時に密着するの禁止。そうです、美少年は好きだけど男女の関係は苦手なのです。だって初体持つと剣の切れ味が下がるぞって仏様がですね。もうダメ、煩悩立つべし。まさかこっちが先にほだされるなんて。ちょっと、滝で頭冷やしてきます。あ、で、
でも嫌ってわけじゃないから、そこは微妙な剣士心をわかるように。これ見よがしな祭りの気配。でも人生は一期一会、甘い誘いにも乗りましょう。心機一転とはこのことね。この先もよろしくね、マスター。おお、食いぶちばかりでなく衣装まで面倒見てくれるなんて、君人が良すぎない？死闘一心、五輪に処す。私をここまでその気にさせるなんて、このほんとうまいんだから。我が剣未だ空に至らず、されど我が心法は如意自在の位に達す。感服しました、我が主。これが私の最後の姿です。一等三敗、修練の果てに無限に至る。命のやり取りとか面倒なことになってるな。一等三敗、無限を破りゼロに至る。よーし、そこ狙うからね。む、唐突にひらめいた。オートモン任せて。待ってました。五輪の神髄お見せしましょう。ふっ、けい、なんの、切り返せるか。ナム天満台自在天神。二王栗から昇天章。
行くぞ剣豪バット、イシャナ大天将。ナム天満台自在天神、剣気にてその気勢を断つ。この一刀こそ我が空洞、我が生涯、イシャナ大天将。ナム天満台自在天神、メズ観音憤怒をもって諸悪を断つ。この一刀こそ我が空洞、我が生涯、イシャナ大天将。本気出したなこの役に立てなくてごめんね。私もまだまだ修行不足だ。よし今回も生き残ったわね。うどん食べに行くか。我が剣未だ空には至らずか。空とはすなわち無の観念、無念無想すら断ち切らん。なんておごりすぎか私。ありがとう。ではご期待に応えましょう。ナム天満台自在天神、仁王栗から挑戦状。行くぞ剣豪バット、イシャナ大天将。なんと勝負あり。